どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強モンスター完成しましたので、育てていこうと思います。このモンスターですね、大魔王ウルノーガです。ウルノーガは全キャラ中、一番攻撃力が高いらしいんですよ。で、今レベル1の状態で、配合もまだ1回しかしてません。なので、攻撃力とかはこんな感じです。まあ、これをレベル上げと配合を繰り返して、上げれるだけ、まあ、もうカンストするぐらい上げてみようと思います。で、ウルノーガは特性いいんすよね。ファイターズハイで会心の一撃が出た時に攻撃力がかなり上がって、さらに会心率アップ大がついてるんすよ。ものすごくマッチしてる。プラス、ハテナキラーで、対戦で結構使えるんじゃないっすか？うん。で、スキルの、大魔王、ウルノーガ。これもいいっすね。凍てつく波動あるし、絶対0度。で、ドルマドンと、あと、瞑想もあるし、シルバースパーク、ギガマホトラ、あるんで、これは絶対入れたいよね。となると、もう、あと2枠は、何にしようかっていうところだよね。あと2枠。攻撃力アップは、入れたいですよね。で、もう一つは、MP かな。うん。まあ、レベル100にした状態で、どれぐらい MP があるのか、それもちょっと確かめてみようと思います。では、とりあえずこれで、レベル100まで上げてみましょう！はい、それでは、レベル100達成しました。もう、レベル上げは楽勝ですね。すぐ終わります。で、ステータスがね、レベル100でこんな感じになったんですよ。なんか、ちょっと微妙な感じですよね。多分配合回数が1回とまだ少なめっていうのもあるし、攻撃力アップとかそういうのを入れてないので、まあ、仕方ないのかな。うん。でも何も入れずに549だから高い方ではありますよね。うん。HP も1100。HP は素晴らしい。HP 素晴らしい。多分、あと、レベル100にして、2回配合すれば、カンストしないかな。まあ、とりあえず、カンストするぐらいまでやってみましょう。多分あと2回ぐらいだと思いますけどね。それでは、育成終わりました。やはりあれから2回配合が必要でしたね。2回配合すると、すべてカンストしました。こんな感じです。やばいよ。これはやばい。HP も高いし、攻撃力が906ですね。あ、で、攻撃力アップ4が途中まで入ってます。なので、860とか、それぐらいです。いや、すごいね。とんでもない攻撃力ですね。まあ、これにちょっと、スキルを、割り振ってみましょうか。どれぐらいなる？ちなみに装備何もつけてません。装備何もつけてなくって、で、攻撃力アップ3と4を入れました。うん。まあ、これが一番納金かなと思ったので、こんな感じですね。で、攻撃はもうこれでいいかな。いや、良くないな。良くないな。近接がねえんだ。そうだわ。あ、ダメだ。スキルこれダメ。まあ、とりあえず、攻撃力1100！ とんでもねえ。とんでもない攻撃力になったな。で、これで、俺持ってないんだけども、豪傑の腕は、あれを装備すると、1200ですよ。この攻撃力やばいな。いや、でも、スキル、ウルノーガはちょっと良くなかったか。剣豪を入れた方が良さそうでしたね。まあ、とりあえずちょっと剣豪を入れて、育て直して、で、戦ってみましょうか。どれぐらい強いのか。それでは、レベル上げました。100です。で、攻撃力がちょっと20ぐらい足りずに成長しちゃったんですよね。まあ、20なので、そう変わりはないと思うんですけども。で、装備何もつけてません。装備なしです。戦ってみましょう。どれぐらいダメージ与えれるかな？
どれぐらいいく？剣豪が入ってますね。で、攻撃4と3が入ってます。ギガクロス、あ、この2つってなんかダメージ出ないですよね。いや、レベル100だったら出るのかな？普通だね。いってみましょう。一発500とかいけば嬉しい。頼むよ。は？ちょっと待って、攻撃力600ぐらいのやつとあんまり変わらんぞ。なんで？あ、やっぱあの技はダメージ出ないのか。なんかダメージ出た記憶がないですよね。ギガクロスブレイクとダークブレイク、これなんか弱いっすよね。意味がわからない。まあいいや。こっちの方とかは、あ、全部軽減か。まあいいや。こっちだったらどれぐらい与えれる？いや、さっきのは多分ね、ダメージが違う。ああ、軽減で460ぐらいだから、軽減されず普通だったらば、まあ550とかそれぐらいは与えれるよね。あ、オッケー。これが脳筋よ。これが脳筋。はい、ということで今日は大魔王ウルノーガ最大まで上げてみました。上げたところ、まあさすがですね、攻撃力が1100まで上がりました。もう思いっきりの脳筋ですね。で、所持スキルが攻撃力アップ4-3と剣豪を使ったんですけども、剣豪があんまり良くないかなと思いました。あの特製のファイターズハイと会心率アップ大、これがあんまりマッチしてなかったかな、剣豪と。だったらば、これだったら豪傑を入れて爆裂剣とか、うん、あっちを打っていった方が会心の一撃が出やすくって攻撃力がさらに上がる、うん、いい流れになると思うんだけどな。はい、まあ、とりあえず今日はこんな感じで使ってみました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。